戦国最強とも言われた甲斐の武ではなぜ滅びたのか。今日はその真相を探るために織田信長さんと武田信玄さんの幽霊に来てもらいました。うむ、武田家は信玄が死んでから後を継いだ武田勝頼をわしと徳川家康が倒したことで滅亡するわけだが、なんで滅びたかって、そりゃ滅ぼした信長と家康が全部悪いだろ。マジひでえことしやがって。はっきり言うぞ、全部信玄が悪い。ほう、甲斐の武田が滅びたのは後を継いだ勝頼さんじゃなくて信玄さんが全部悪いんですか？なんでだよ、おめえが滅ぼしたんだろ。悪いのはおめえだ。滅ぼした奴が悪いとか、そういう平和ボケした善悪論などどうでもよい。信玄、お前幽霊になったからって平和ボケしすぎじゃないか。善悪論って平和ボケなんですか？正義は大切だと思いますけど。未来の女子高生には分からんことだろうが、善悪なんてのは時代によっていくらでも変わる時の権力者のプロパガンダである。そりゃそうだ。未来の世界でも某ロシアが某ウクライナを攻めた時に、ロシアが悪だとかウクライナがかわいそうだとかいう声がたくさん出たであろう。唐突に未来のセンシティブなネタ突っ込んできますね。大丈夫かな。侵略した国を悪と言ったり、侵略された国をかわいそうだと思うのは大いに結構。否定はしない。あれ、善悪は時代によって変わるプロパガンダだって言ってたのに、そこは否定しないんですか？子供や祭りごとを知らぬ一般の民がそれを語るのは好きにすればよい。政治家がプロパガンダに使うのも OK だぞ。そう、あくまでプロパガンダである。それなのに祭りごとに関わる大人が本気で善悪など語っていては国が滅びる。祭りごとに関わる者が一番に考えなければいけないのは、どうすれば自国の民が平穏に暮らせるかである。自分の国の民の生活を良くすること、つまり自国の国益ってことだな。善悪じゃなくて国益を考えろってことですか？確かにそうかもしれません。政治家の一番の仕事は自分の国の国民の平穏な暮らしを守ることですもんね。戦国の世でも義理とか正義にこだわって勝てる戦に負けた武将がいたが、負けた武将は腹切って終わりであるが、それで苦しむのはその土地に暮らす民であるからな。負けた国の民はひどい扱いされることもよくあったもんな。人事みたいに言いますけど、信玄さんも相当ひどい扱いしてましたよね。それを令和の日本では政治家もメディアもロシアが悪いだの、ウクライナがかわいそうだのばかり言いよって。また唐突な令和批判来た。でも歴史に学ぶのは大事ですね。日本のためを思うなら、どういう行動をしたら日本の国益になるか議論せんか。正義だの悪だの話してていいのは子供だけである。なあ信長、話それすぎじゃねえか。は、そうであった。ついいい年して正義とか悪とか語る頭の中お花畑のやつにイラッとしてしまった。話を戻しましょう。甲斐の武田が滅びたのは誰のせいかってことを聞きたいんです。それで武田を滅ぼしたのは信長と家康だから、この二人が悪いだろうって言ったら、信長が善悪を語るなって怒り出した。善悪は置いておいて、武田側の敗北の責任が誰にあったかと考えれば、原因は全て信玄であるよ。嘘だろ、オラが生きてたら絶対お前らなんかに負けてなかったぞ。悪いのはわしの息子の勝頼が弱かったせいだ。いや信玄、お前が生前にいろんなところと同盟結んでは裏切りまくったせいで、武田の立場はお前の息子が後を継いだ時点で相当ヤバかったよ。確かに信玄さんがいなくなった途端に裏切る家臣もいたし、武田家は内側のゴタゴタで他国と争ってる場合じゃなくなりましたよね。正直言って、信玄がちゃんと息子に後継がせてたら、わしも家康も危なかったぞ。ほんと信玄が自分がいなくなった後のことちゃんと考えてないやつでよかった。信長がグレネード爆弾大量に武田軍に投げ込んでるの見たぞ。は？あと B29 で武田軍を爆撃してるところも見た。そうなの？そんなわけないだろ、戦国時代にそんなもんあるか。なんでそんなバレバレの嘘つくのだ。戦国自衛隊って映画で見たけど、信長はタイムスリップしてきた未来の自衛隊の装備を使って他国を制圧してた。未来の兵器を使うなんて、それは信長さんが悪いね。だからそんなことしておらんわ。あと B29 は太平洋戦争でアメリカが日本を攻撃するために使った航空機だから、自衛隊は持っとらんわ。なんだ信玄、自分のせいで武田が滅んだの認めたくないからって人のせいにするな。いや信長が悪い、 F35 で武田軍を爆撃してた。さっきと機体変わっておるではないか。太平洋戦争中の米軍のものから自衛隊の最新のものになったな。しかし滑走路も石油もない戦国時代にどうやってそんなの飛ばすのだ。お二人の話を総合的に考えると、甲斐の武田家が滅びたのは信長さんが悪かったことになりますね。意味がわからん。今の話信じたのか。なんで戦国時代に令和の航空機で爆撃したなんて話信じるのだ。まあ恋と戦争はあらゆる手段が許されると聞いたことがあります。勝てば官軍ってやつですね。確かにそうだけど、それは戦争のこと分かってるやつの意見だけど、でも大事なところ分かっておらんぞ。戦国時代にグレネードも航空機もないから。信長、反省したか。もうこいつ成仏させたい。誰か寺から坊主呼んでこい。寺の坊主は信長さんが比叡山延暦寺を焼き討ちしたからストライキ中です。動画見てくれてありがとう。武田信玄は戦が上手だし、自国の民の暮らしを良くする政治手腕も素晴らしい人物でしたが、後取り問題だけは失敗だったと思います。もっと勝頼が円滑に武田家を継げるようにしておけばよかったのに。その点だと家康は超優秀ですね。